酒井ちゃんね、あ、そう、酒井ちゃん、こんばんは、レフティです。心の準備も、心の準備、ダムスター、ちょっと忘れちゃいそれでは、あの、いい加減だって言われてちょっとドキッとする。あの、エコーの曲なんか、ボーカルの曲じゃないですか。Thank you.
歌わせていただいてるもんですから、あまり練習しなかったっていうか、ちょっと、申し訳ございませんけど、ちょっと、練習不足でした。次の曲は、散歩物語というようです。今度もあの、ご存知の方しか知らないという曲です。谷村翔さんの曲なんですけども、散歩っていうのはあの大阪と京都と、神戸のことを言うらしいんですけどね、JR とか日本の、キャンペーンの曲だったらしいんですけど、人それぞれ生きて
次の曲は、夏休みです。拓郎さんの夏休みです。うちの孫も今真剣に宿題を頑張っていてですね、3年生で、小学校3年生でこんなに宿題があるのかと思うぐらいびっくりしますけど、今、宿題地元みたいです。夏休み。